平尾台観光タクシーは、福岡県北九州市の通称、三谷地区に所在したタクシー会社。その名の通り、平尾台を要する北九州市小倉南区の旧、東谷村で、唯一の法人タクシー事業者である。この地域では、西鉄バス路線の撤退が、相次ぎ、2017年10月現在は、ご当時、中谷線しかない状態となっているため、 地域の重要な生活の足となっている。また、域内に、法人タクシー事業者がない旧中谷村や、国道322号沿いに、国際ひまわりタクシーがある旧西谷村も、主要なエリアとなっている。しかし、国際工業グループなど他の事業者との兼ね合いも、あって、北九州モノレール、特力嵐山口駅、または、三陸森常より北では、 基本的に指定乗り場での客待ちをすることはない。車両の色は白を基調とする。近年一般用車両では、老朽車両に変えて、トヨタプリウスを導入している。2020年に、小倉北区で、カエルタクシーを運営する、株式会社、KJRSK に、事業を譲渡された。譲渡後は、カエルタクシー平尾台営業所として、営業を続けている。 お出かけ交通に使用される車両タクシーの申請、処分状況令和2年5月分引く、国土交通省九州運輸局事業者としての公式サイトは設けていない。ありがとうございます。